タフ族の名人のおばあさんがね、南湯にはまた昭和30年40年頃はいらっしゃいましたから、でその人たちのおかげで、今の残って、その後そのおばあさんたちがね、あの死んでしまえばもうそれで終わりだったんですよ。ほっとけば昔はどこでもやってた作業は、まあ、あのこれをですね、あの咲いて、そしたらあの、まあ、ちょっと待って、ね、ちょっと待って、10センチぐらい割るんじゃん、割ってもあんまりそっと切れてしまうと、それがね、このボールがね、戻ってしまうんですよ。だから、つなぐとこだけよりかかって、ここね、日本になってるの、ここへ、あの、よりかけない方がいい。糸を紡ぐのが難しかったけど、最後に糸を完成させるときにできたので、その時がとても嬉しかったです。僕が生活してきたふるさとなのに、こんなに世界に認められたことができたので、とても嬉しいです。